は日本の実業家、政治家、石川県白隠郡志賀町長,長、一般社団法人大学コンソーシアム、石川サニオ。有限会社、小泉石油転戦務、石川県白隠郡志賀町議会議員、石川県議会議員などを歴任した。1966年7月15日生まれ、志賀町役場が運営する公式サイトには、 最終学歴米国ウッドジュニアカレッジ卒業と記載している。1989年、小泉関ゆ県の専務に就任し、以来2009年まで務めた。また、政治活動にも取り組み、1999年により、旧市が町議会議員を一期務めた。さらに、2003年には、石川県議会議員に就任し、こちらも一期務めた。その後、 旧滋賀町は隣接する都議町と新設合併し、新たに同盟の滋賀町が設置された。2009年、2代目の町長を決める滋賀町長選挙に立候補し、現職の細川義雄を破り当選を果たした。また、石川県の高等教育機関の連携を図る組織、大学コンソーシアム石川では、団体に就任している。2013年9月8日、 西高尾に大差をつけ再選される。2017年、前回戦と同様に西高尾と対戦し対象。当選する。市賀町の町長に就任した際には、開くをキーワードとして掲げ、財政の健全化、若年層の雇用、地場産業の活性化、暮らしの安全、教育に力点を置いて調整に取り組むと語った。小泉が公表している最終学歴について、 疑問視する指摘がなされたことから一部の町民が金沢地方検察庁に告発する騒動となった。この事態を受け2010年、滋賀町議会は成績証明書の提示を求める同義を可決した。また、滋賀町議会の議長は成績証明書の封を公開の場で開けるよう要請した。2011年、小泉は成績証明書を取り寄せ、 滋賀町議会の全員協議会に提示した。小泉は、成績証明書について説明した上で、間違いなく卒業していると主張した。また、検察に告発されたことについては、不起訴処分になることを信じていると語った。また、代理人を務めた弁護士も同席し、小泉の主張を指示した。しかし、小泉が提示した成績証明書には、取得学位が明記されておらず、 入学年は明記されているものの卒業年が空欄になっているなど、いくつかの疑問点が指摘された。また、卒業証書には、アソシエイト・オブ・アプライド・アーツの学位を取得したと記載されているにもかかわらず、当時の大学便欄には取得できる学位として、アソシエイト・オブ・アーツとアソシエイト・オブ・アプライド・サイアンスの二つしか記載されていないなど、不自然な点が指摘された。 この点に対しては、弁護士は、当時あったかもしれないし、なかったかもしれないと説明している。また、ディプロマミル問題追求などで知られる、静岡県立大学経営情報学部教授の小島、茂は、町長が本物というから本物だろうが、大学に編入するのに必要な学位や、卒業の日付の記載がなく、すっきりと納得できるものではないと指摘している。ありがとうございます。